シーンです。今回は韓国で人気のダイソピルトンというペンケースデコレーションに挑戦していきたいと思います。材料を紹介していきます。こちらダイソーで購入したプラスチックの小物ケースです。これは家に何個もあります。ハンドメイドのパーツとかを入れるときによく使うものです。こちら今回雑貨屋さんで新たに購入してきました。この星のシールとこのハートのシールを買いました。あとこちらマスキングテープ購入しました。これはもう閉店間際だったので急いで買ったんですが、このストライプのテープとね、チョコレート、本当はチョコレートの柄が欲しかったんですが、こちらチョコレートっぽい色のマスキングテープを購入しました。でもこれもなんか時計っぽくてなんか可愛いですよね。こちらも閉店ギリギリでゲットしました。急いでなんか作りたいって思ったんですよね。こちらは今日使うかわからないんですけど、これなんだっけ、クレパス、クレヨンかな、クレヨンのマスキングテープ購入しました。これすっごい高かった。1本380円ぐらいしました。これはもう買うまでレジに行くまでにね、結構 2,3 回迷ったんですよ。いやーもったいないな、やっぱやめとこうかなと思ったんですけど、可愛かったから買ってしまったマステです。はい。そしてこちらなんだっけ、これナノビーズで、アニメーション担当しているもう一人のメンバーが作ってくれました。アジンちゃんです。さすがアジンの生みの親。すごい可愛くないですか。今回はこの作ってもらったこのパーツをここのどこかにデコレーションしたいなと思います。はい。シールと迷ったんですけど、せっかくこれがあったのでこれをちょっと接着してみたいなと思ってます。めっちゃ可愛い。いやアジンってできるんですね、こうやってすごい可愛い。ちょっと他のキャラクターも作ってもらいたいなって思ってます。さりげなく今ねリクエストしておきました。はい。それでは黙々と作業していきたいと思います。どこだどこだどこだ、あったあった、ここだ、見つけた。なんだろう、これ若干グラデーション入ってるのかな、このテープ。え、あれなんか若干怪しい色が。いや、なんかグラデーション入ってますね、これね。知らなかった。こうなんかこの辺に行くにつれてなんかパープルになってきた。知らなかった。そうなんだ、これ。あ、予想外。なんかほらこの辺りブルーになってきた。ブルーはちょっとさすがにやめとこうかな。ちょっと次のここはクリアファイルとかに取っておいて、このピンクのところから使おうと思います。いや、わかんなかった。これはこれでもまあでも可愛いですよね。可愛いけどちょっと薄いかなと思うので、ここはちょっと別の時に使います。これはね取っておきます。こっちかな、これグラデーションどっちだろう、わかんない。こっちかな、あんま変わらないんですけど、こうかなわかんない。よし、ここにさっき使わなかったマスキングテープをね使うことにしました。どうだろう。いやー、ほんとなんだろう、ストライプのやつが欲しかったですね。一色のやつ。ダメだ、これなんかずれてる。こういうのねダメなんです、私すっごい気になるんで直します。めっちゃ気になる。イエス、これもちょっとなんかずれそう。よし、あと最後このわずかの隙間埋めなきゃ。よし、こっち完成。
ここから問題ですよ。どうしようかな。ここからは、このシールをちょっとどこかに貼りたいな。かわいい。ぷっくりしてる。ぷくぷく。お、どうしよう。一気になんか可愛くなりそうですね、これ。まずはこのアジーンちゃん、真ん中にやっぱ配置した方が可愛いかな。これをね、接着したいと思います。この真ん中、この辺りかな。よいしょ。アイロンビーズの作品とかをここに貼るのも可愛いですね。こうやってデコるのもちょっと立体感が出て可愛い。おお、なんかワクワクしてきた。はい、そしてこの周りにちょっとこの買ってきたシールを貼ってみたいと思います。またこれ粘土やスクイーズなんかを貼ってデコってみたいと思います。今回はこういう簡単なシールでやってみたいと思います。わあ、かわいい。めっちゃかわいい。やっぱこれ買ってよかった。このどうしよう、星、このね、星をどこに貼るかが問題だ。どうしようかな。ないな、これは違うな。このハートはジンの周りに散りばめたいんですけど、星はね、どういう風にしたらかわいいかな。いや、私わかんないな、こういうの。縦になんとなく貼ってみようかな。縦にね、左利きだからこういう時に見えないんですよね、この角が。よし。そしてこの周りにこの可愛いハート貼っていこうと思います。可愛いな、これめっちゃ可愛い。可愛い。今まで持ってた筆箱よりは可愛いと思う。もう本当に古い筆箱しかなかったんで、よし、これならちょっと可愛い、なんか頑張れそうな筆箱になってきた。これをね、目立たせたいかったので、今回はこれが主役なんで、これね、またいろんなキャラクター作ってもらえるといいなって思ってます。はい、よし、ここ完成で、この周りをちょっとこのこれですね、これでちょっとね、囲っていきたいなと思います。囲ったら中にアジーが持ってる、中身、筆箱の中身を入れ替えていきたいと思います。この辺の下の方にこれ貼ったら可愛いかもしれないですね。じゃあね、やっていきます。アジーンの筆箱が完成しました。早速中身を入れ替えていきたいと思います。おお、すごい入りそう、これ。そしてこちらがもうずっと使ってきた汚い筆箱です。これは以前動画でも紹介したことがあるんですが、もうね、お気に入りでずっと使ってたので本当に汚い。洗ってもね、汚れが取れない。
でしょ。中身はそんなに変わってなくて、これは最近購入した定規です。この目玉がマカロンくんみたいだなと思って買いました。入るかなこれ。ちょっと残念、入らなかった。そっか、入らなかった。そしてこちらも最近買ってまだね使ったことがない、かわいい匂い、ドーナツの消しゴムです。ドーナツの香りがする消しゴム、これも入れます。そしてシャペの芯、レインボー牛乳ひたしパンと牛乳ひたしパン風のデコペンです。動画で作ったものになります。とこちらもアイラブピーチ風デコペンです。これ一番気に入ってます、よく使ってます。こちらは一番新しいかな、マシュマロベア風デコペンです。中央にマシュマロを置いてみました。これも気に入ってます。皆さんよかったら動画にあるのでチャレンジしてみてください。100均の粘土で作れます。本当に私の文房具を持ってないので、学生の時はねよく買ってたんですけど、やっぱり大人になるとねなかなか文房具買ってなくて、これからちょくちょく集めていきたいと思います。のり入れます。これもマスキングテープとかでデコると可愛いですよね。スライムスライム入れておこう。よし、ちょっとね味に足りない女子力をちょっとここで注入したいと思います。これねリップ入れます。ちょっと可愛くなりましたね筆箱の中が。マスキングテープもこれ使えそうだから入れておこうかな、ここに。あとはお気に入りのショップキンズ、可愛いので入れておこうかなと思います。これはどうだろう、吸盤ボム、お入った、よしこれでいこう。新学期、皆さんも可愛く筆箱デコってみてください。また挑戦してみたいと思います。